引っ越しの家、見つけた。ロックオン。さあ、トーリー様。ゲームばかりしていないで一緒に遊びましょうよ。後で遊んであげますよ。この試合に勝てばテルヨさんのスコアを超えるので少し待ってください。先月も同じこと言っていましたよ、悟り様。あたいは絶対運動した方が楽しいと思います。悟り様と一緒に火遊びやしたい、ゲリがしたいんです。小石様も何か言ってやってください。お姉ちゃん、セグウェイのタイヤで背中ゴロゴロってする方が楽しいと思うよ。二人ともゲームについての理解が足りていませんね。映像作品にも言えることですが、これらは芸術の対話であると私は考えています。小説における言霊のように、作者や対戦者の心理や人生が内包されているので、これらを経験することは私にとってはかけがえのない娯楽なのですよ。わかりましたか？全然わかりませんし、遊ばない理由になっていません。取り上げますよ。それで気が晴れるのであればどうぞ。バックアップ済みなので構いませんよ。悟り様、悟り様。どうしたの、おぐう。もしかしてもうすぐ何か爆発する？おぐう、あなたが見たものを正確に思い出してくれませんか？ね、確か。なるほど、もう大丈夫ですよ、おぐう。地上の侵入者が来たのですね。うね、そう、これって一大事じゃないですか。そうですね、のんびりする時間はないみたいです。おりんとおぐうは協力して侵入者の対処をしてください。対処は二人に任せます。了解です。お姉ちゃんは何するの？私はですね、小石とゲームの続きをします。悟り様、ミッションスタートです。はい。あたい少し気になったんだけどね、おぐう。うね、その侵入者ってオグーに攻撃してきたの？見た感じ怪我しているわけじゃなさそうだけど。小石様に話があるって言っていたよ。え、それじゃあ侵入者というよりお客さんじゃん。待たせたらダメなやつ。そうだ、私先におやつ食べたい。キッチンは後だよ、オグー。お客様の方が先。ごちそうさま。何かいた。おりん？あ、あんたが侵入者？冷蔵庫にしたいわ。ダメ、自然に漁らないでほしいな。おりん？こいつだよ、侵入者。やっぱりそうか。小石様のお友達、だっけ？違う、思い人。前、スイート、ハニー。にゃ、小石様いつの間に。おぐう知ってた？このケーキ美味しい。小石、今日私が会いに来るって言っていないの？あたいは何も伺っておりません。今は悟り様と一緒にいますよ。そう。ああ、気にしなくても大丈夫だよ。偶然忘れていただけだから。忘れている。とにかく、悟り様の部屋に一緒に行きましょう。ほら、おぐうも。助かる。本当に。このまままっすぐ行くと悟り様の部屋ですよ。うちはお泊まりも大丈夫ですからね。了解。案内ありがとう。おりん？おりん？どうしたの、おぐう？食べ足りないとか言わないでよね。私、記憶良くないから違うかもしれないけれど、心ちゃんのおねんって感情を表しているんだっけ？確か玄関で見たときは。にゃ、おぐう？案内ありがとう。おりん？本当に感謝している。心さん、遊びに来たんじゃ？演技は、得意。風向くも、またしかり。それじゃあお客様じゃなくて侵入者じゃん。小石様には近づかせ。それは、あたいが地獄の関所で見つけたひよこ？こんな見え見えの餌なんかでは、あたいは釣られません。イージーキル、黄昏作品に出演した時には、エンゲージしてあげる。ごめいじ小石、今日こそ希望の面を返してもらう。小石、ここでの空中ひねりがポイントですよ。頑張って、お姉ちゃん。5本。ごめいじ小石、今日。この場面では敵をここに誘導すれば相手は詰みます。は、な、し、お。聞いて。そしてこうすればサードアイが爆発するわけです。だあ。にゃ、こんなことしている場合じゃない。おぐう、起きて。へへへ。悟り様のサードアイってスパゲッティだったんだね。ダメだこれ、起きないやつ。悟り様、小石様、無事ですか？え、もう終わっている？お帰りなさい、おりん。心さんに遊んでもらったみたいですね。いい運動になりましたか？それはそうですけど、心さんもうやっつけちゃったんですか？へへへ、心さんセグウェイに勝手に転んじゃったんだよ。言うな。何か変だと思っていた。火炎病人たちは最初から私のことを侵入者と断言していた。つまり、全てに通した上で私を泳がせていたんだろう。ごめいじ悟り。さあ、どうでしょうね。心ちゃんの驚いた顔可愛かったよ。驚いていない？わかった。今回は私の負けだ。だけど、私に物をなくすなと教えてくれた寺のみんなのためにも、次こそは飲む会するからな。心ちゃんのお返しちゃうの？少し過ぎたから帰る。悟り様、心さんを放っておいていいのですか？また襲ってきますよ。おりん、あなたとおくんは彼女に何か被害を受けましたか？あたいは大丈夫ですし、おくんも逃げ打ちでした。先ほど心さんの内面を少し覗いてみました。そしたらですね、口では荒っぽいことを言っていましたが、本音としては小石と遊びたいという純粋な思いでした。放っておいても害はありませんよ。寺の関係者が暴力沙汰を起こすとは思いませんしね。引っかかったな小石、ここであればさっきのようなトラップは存在しない。希望の面もろとも切り刻んでくれよ。足引っ掛けたのは心ちゃんでしょ。それに、トラップならすでに心ちゃんの後ろにあるんだからね。いつなのに、最後にあなたは必要だぞ小石。おりん、今日は本当にありがとう。今から一緒に遊びますか？にゃ、悟り様、遊んでくれるのですか？私はもう満足しましたし、おくうと小石を呼んできてください。はい。
の妖怪レポート、ナンバー556、旗の心、希望の面を取り戻すために自霊殿に侵入、大胆な行動力と繊細な感情表現によりおりんと奥を騙すことに成功、発見が自作のものであるかは不明だが、妖殿寺の桃が関与した模様、彼女のまっすぐな感情は非常に興味深い、己の欲望を満たすために突き進む様は、ゲームか何かの主人公そのもののようだった、欠点を挙げるとすれば、注意力の欠落と不足の事態への対応の脆弱さであろう、しかし、彼女はまだ生まれて間もない妖怪、今後の成長が楽しみである。総合評価、9点。ゲームクリアのために試行錯誤する妖怪の心理を読み解くことが私にとっての最高の娯楽。さて、次はどなたで遊びましょうかね。